ジャルパは、ランボルギーニが1981年から1988年まで販売した2座席のミッドシップカーである。1981年3月のジュネーブ賞において発表された。シルエットをベースにしており、基本的なメカニズムに大きな変更はない。主任設計者は、元マセラティ社のジュリオ・アルフィエーリであった。ジャルパの名前は、有名な闘牛に由来する。 日常生活でも使用できるようにより良い、ドライバビリティや快適性を提供することを目的に、DOHC の V 型8気筒エンジンは、ボアハイ 86mm のままストロークを 75mm に乗すことによって、排気量は 3485cc と拡大された。スタイリングについては、再び、カロッツェリアベルトーネが手掛けた。ホイールサイズは16インチに拡大され、 OZ 製のディッシュ型が装着された。インテリアについては、ステアリングホイールに衝突時の安全を考えた、クラッシュパッドが付き、時流に合わせたものとなった。1988年に生産が終了、総生産台数は410台。裏っ子から始まった、ベビーランボルギーニの系譜は、一旦ここで途切れ、2003年のガヤルド登場まで、 ラインナップから姿を消すこととなる。また、V8 エンジン車も2018年のうるせ発売まで姿を消すこととなった。初期モデル通称、シリーズ i シリーズ2ハット、ランボルギーニジャルバ、ランボルギーニのすべて、3A 書房、モーター判別、撮影者アーカイブ、2013年、70ページ。ジョルパ最後のランボルギーニ V8。 オートモビリー・ランボルギーニ SPA 2018年11月6日閲覧ジャルパトと LM シリーズランボルギーニネコパブリッシングワールドカーガイド1995年126ページ小川文夫1970年代のランボルギーニの独自性を象徴したシルエット朝日新聞デジタル2018年10月24日閲覧 総生産台数410台のランボルギーニ・ジャルパが販売中。カーニー、2018年11月7日閲覧。ホリデーオート編集部。ニュース、スーパー SUV、ランボルギーニ・ウルスが日本デビュー。ウェブモーターマガジン。2018年11月18日閲覧。ランボルギーニ・ジャルバ、ランボルギーニのすべてボリュームに 3A 処方。 モーターハンベッシャ名アーカイブ2017年73ページありがとうございます。